どうもこんにちは、シンプルでカジュアルトムです。ヤラです。本日はポケモンカードを使った新しい遊びを紹介したいと思います。ありがとうございます。新しい遊び大好き。本日紹介する遊びはこちら、スピモンです。スピモン、なんでしょうかね。スピモン、スピモンというのはトランプのスピードとポケモンカードを掛け合わせた遊びになります。でもルールがちょっとよくわからんな。そんなあなたのために簡単にルールを説明しましょう。ありがてえや。まずポケモンカードを4枚自分の場に出します。これはスピードと同じ感じだね。そう、うん、そして真ん中の場にお互いにカード1枚ずつ出します。めっちゃスピード、ここまではめっちゃスピード。この場に出しているカードに効果が抜群なカードを重ねることができます。なるほど。電気鋼だから地面が抜群。電気はね、はい、もう一回いきます。電気岩だから地面が抜群。はい、それでガラガラを重ね、あ、カラカラを重ねることができます。ボロボロカラカラだけにボロボロ。いやがましい。で、今度これに対して地面に対して草が抜群なのでバケちゃう、はいはいはい、みたいな形でこの山札を全部先になくした方が勝ちになります。なるほど、これは分かりやすいですね。はい、うん、タイプ相性分かっとけばなんてことない。そういうことです。あ、やっぱレートやってる夜はね、負けることないっしょ。まあね、うん、1戦目のスピモン行きましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、スピモン。ほえー、スパイ出してゴーストが刺さりまして、あーひ、これいける。地面、地面出して草が刺さりまして、草出して炎が、アウチ、やばいやばいやばい、めっちゃ百人一首みたいになった。百人一首みたいになった。うん、あー、何がいける。あ、格闘に対して飛行が刺さりまして、岩がいけるわこれ。あー、岩に出して、あ、水が刺さりまして、水、あ、水出して草が刺さりまして、草いいな。草に対して炎がいけるわ。炎出して水が刺さりまして、いや、草がいける。うん、草出して炎がいけまして、炎に対して、炎出して水がいけまして、水出して電気がいけまして、早い、うん、早い。炎出して水がいけましてね、水出して草にゴーストがいけますね、これ。あ、なるほど。ゴーストに悪がいけるでしょ。おっと、鋼出して地面がいけるよ、これ。うん、地面がいける、水がいけるんだな、ここで。そして電気もいけると。おおお、そして岩出して格闘がいけますね、これ。格闘か、飛行出して電気がいけますね、これ。うん、格闘出して飛行が刺さりますね。飛行出して岩が刺さりますもんね。うん、岩出して水が刺さりますもんね。水出して草刺さって炎が刺さりますもんね。早い、助けて、早い、早い、早い。あ、地面、これ岩、岩、岩、草が入るよね、多分。入る、入る。草、虫がいけるよね、これ。オッケー、オッケー、オッケー。虫がいけるから、うん、ぬぬぬぬぬぬぬ、あ、毒に対してエスパー、エスパーがいけたな、エスパーがいけたな。エスパーがいける。あ、ね、あ、これ鋼がいけるんだな。あ、うち、そう言いたかった。あ、鋼に対して地面がいけると。地面がいけるのか。地面がいけた。地面に草がいけるんだな、それは。草に対して氷がいけたもんな。氷がいけてるな。じゃあ鋼がいけるんだな。鋼に対して、うんぬー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 、で、水がいける。水出して電気がいけるんだな。岩出して草がいけるわな。うん、草がいける。草出して虫がいけるもんね。うん、そうだね、虫いける、うん、落ち着け、落ち着け。僕まだまだある、うん、まだ山札もあるが時間もある。うん、これは地面がいけるよね。あ、虫で当倍になってますわ。はい、ええー、岩がいけないね。うん、当倍になってますわ。当倍になってんね。うん、いいタイプだ。はい、オッケー、スピモン。スピモン。はい。ヨロの勝利、1戦目。負けた。すごい早い。だいぶ負けた。これがレート勢です。途中でヨロが言いよったこう、うん、何に対して何がいけるっていうのを義務付けようか。そうね。うん、うん。そうしたら分かりやすいしね。うんうんうん。よし、行こうか、第2戦、スピモン。はい。行きましょう、せーの、スピモン。虫に対して炎、炎に対して水、悪に対して格闘、あー、取れなかった。虫に対しての飛行。炎に対しての水。うん。水に対しての、いや、水に対しての、電気、水に対しての電気。電気。うん。飛行に対しての岩、岩に対しての草。草に対しての氷。悪に対しての格闘、格闘に対してのエスパー、エスパーに対しての悪、岩に対しての、鋼。うー。悪、飛行、あ、あ、飛行に対しての岩、岩に対しての、岩に対しての水、水に対しての草、草に対しての炎を、早い、
ゴースに対してゴースと、ゴースに対してゴースと、炎に対してドクターウチ、あ、ゴースで反応、これあー、ゴースだ、そして飛行に対しての、あの、ちょっと草に対しての炎ね、うん、炎に対しての水がいきます、草に対しての草がいきます、草に対しての炎がいきます、水がいきます、草がいきますね、草に対しての毒がいきます、毒に対してエスパーがいきます、早い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 、炎に対しての炎を、炎に対しての水、水エスパー、エスパーに対してゴーストゴーストゴースト、うん、フェアリー、嘘だろしばらくここ1分ぐらいずっとこれだわ次か、エスパーに対して悪が入るよ、あ、エスパーに対しての悪、うん、毒に対して地面地面に対しての水、うん、オッケーオッケー、み、悪に対しての虫、うん、虫飛行、飛行に対しての岩、うん、岩に対しての空、あ、鋼でね、鋼がある、あ、地面が刺さる、あ、地面、余裕がアドバイスする余裕、うん、クソ、草が入る、あ、これ、あの、鋼が入るけん、え、アローラ、アローラやった、あ、で、これ草やけん氷が入る、あ、はい、氷、氷で、あ、そっか、鋼が入るわ、鋼も持っとっちゃう、あ、そうなんや、あ、鋼持ってんのか、氷、鋼、あ、毒格闘、毒格闘、あ、格闘入る、格闘、来た、毒格闘、あ、格闘に対してエスパー、エスパー、み、なんだっけこれ、鋼地面、鋼地面、これ水、水で草電気が入るね、電気、うん、電気鋼、電気鋼、エスパー、あ、電気は、電気は、電気は水、水入る、うん、あ、虫があるな、うん、で 岩が入る、岩が入るね、おお、いけるぞ、うん、あるぞこれ、うん、いける、鋼やな、鋼があるな、うん、エスパー、氷、氷は、氷は今一つやな、さあやだ、せーの、スピーモン、あえー、勝てん、最強やった、勝てん、得意なゲーム見つけたわ特技見つけましたわちょっとじゃあ悔しいけんさ、はい、世のハンデつけよ、ハンデをつける、やっぱレート勢は対対象は最低限の知識やろ、確かに、はい、そりゃそうですわ、よし、ちょっとハンデをつけよ、ハンデと何がいいですか、さあハンデね、これが全山札やろ、うん、よし、やばちょっと今のやばどんだけ勝ちたいのあなた、これで負けたやつは、うん、屋上と屋上を鉄骨渡り、いや、ふざけんな、ふざけんな、マジでまあ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 、それでも勝つのがやっぱ男ですわ、おお、これでね、女性リスナーのね、うん、うん、ハートを打ち込みますわなるほどね、スキモンでねさあ、3戦目ね、ちょっと連目、まあ、僕が一見不利ですけど、枚数的には不利ですが、ルールは慣れてきたね、はい、OK、 いきましょうか、3戦目、はい、せーの、スピモン、炎に対して水、水に対して電気、岩に対して草は空いてな、あ、いい、あ、これ虫やな、うん、これは虫やから水でいいな、水でいい、水に対して、岩に対して水、水に対して、あ、草に対して虫、ああ、飛行に対しての飛行、あ、虫に対しての飛行、あ、草に対しての飛行ね、噛むマジで、うん、悪、飛行に対して氷、氷に対して岩、岩に対しての鋼、鋼、あ、うぬ、オッケー、オッケー、あ、虫、虫、虫、エスパー、ああ氷入らんよね、うん、オッケー、スピーモン、今たちの水、水、あ、エスパーたちの悪、悪、あ、今たちの水、水たちの草、草たちの炎、炎たちの水、水たちの草、草たちの炎、炎たちの水、水たちの電気、鋼たちの格闘、格闘たちの地面、なるほど、スピーモン、ーモン、ちょっとやばいな、行き詰まる高校生と言ったらスピーモン、水、エスパーに対してゴースと、ゴースと毒に対してのエスパー、エスパーに対しての虫、虫に対しての氷、エスパーに対してのゴースと草に対しての飛行、あ、水たちの草、草たちの炎を、あ、格闘たちの、飛行、
あ、やばい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 。ドラゴンは無理だ。ドラゴン、やばい。あれあれ、どうやろ、結構かかってた。やばい、実写やん、もうどっちも一緒やん、もうこれ無理やん、こんなの無理やん。俺まだこんなよし、せーの、スピーボール、よっしゃこいつやばいよ。しゃっしゃ、こんなーっあったもんだって。ハンデが平等じゃない。ちょうどいい、ハンデってもうなんか均等にするためのハンデやろ。やりすぎも良くないね、ハンデって、勉強になったね。勉強だったね。追加ルールを作ろうか。追加ルール、うん、追加ルールは何すかね。追加ルールは、はい、グラジオです。どういうことですか。追加ルール、グラジオ、はい、グラジオの可能性は無限大なので。グラジオの可能性は無限大なんですか。まあ若い人はね。そうそうそう、若者、何でもなれるからね。何でもなれるから、うん、グラジオはもう好きに使っていいです。まあ、ジョーカー的な。そうだね。ああああああ、自分が効果を持たせていい。あ、自分でも効果決めれるんだ。うん、なるほど、それは面白い。面白いね。うん、これを入れることで起爆剤となることを期待しましょう。なるほど、はい、わかりました。5枚を、うん、5枚をこっちに。ありがとう。これが僕の、よし、山札にしましょう。5枚ハンデでグラジオを入れて、シャッフリング。オッケー。あ、もうグラジオや。早っ、序盤のグラジオは早ジオや。やっぱ早ジオや。早死にするぜ、お前。さあ、行くぜ。行きますか、最終戦。最終戦、マジで。勝った方がマジで、スピモンのね、うん、あの、称号、スピモン王のね。スピモン王ね。うん、称号を得るということで。勝った方が全国各地にスピモンを広げる旅をすると。それは嫌だけど。それは面倒いよ。はい、行きましょう。行きましょう。せーの、スピモン。ほのたちの水。草なしの炎。炎いたしの水。水いたしの電気。電気出しの、じゃない、岩出しの水。水、エスパー出しの虫。虫に、虫対戦。あ、対しません。対戦と。対戦じゃない。オッケーの、スピモン。地面に対してのフェ、あ、ドラゴンに対してのフェアリー。フェアリーに対しての毒。毒に対してのエスパー。あ、電気がいける。水、エスパーに対しての虫。虫に対しての炎。炎に対しての水。岩に対しての地面、地面鋼、うん、水に対しての電気、電気に対しての地面、鋼に対しての格闘、格闘に、あ、いや、料理は格闘だけ。あ、そうなんや、うん、じゃあ気候に対しての電気、電気に対しての地面、地面に対してのくっさ、地面に対しての水、地面に対しての氷、虫に対しての鋼っていけないか。いけない。あ、さあ、お互いグラジオが、水出しの炎、グラジオ出た、水、炎出しの水、水出しの草、あー、草出しの氷、氷、うん、エスパーに出してゴースト、草出しの氷、虫に対しての毒って名前で、あ、氷に対しての炎、炎、炎に対しての水、水出しの草、草出しの飛行、さあ、やばいやばい、怒涛や、虫出しの飛行、飛行、さあ、決まるな。オッケー、いいぞいいぞいいぞ。グラジオをどこで使うかやな。グラジオで勝負が決まりそうだ、これは。オッケー、行こう。よし、行くぜ。はい。スピモン。ゴースト出してゴースト。草に対しての炎を。水に対して草。草に対しての炎を。毒に対してのエスパー。エスパーに対しての悪。オッケー、グラジオ発動するぜ。おお、グラジオここで発動。効果は？こいつのタイプは草や。草だと。草出しの虫。聞こえないの電気。岩出しの草。うわ、まずい。手札が2枚、山札が2枚、夜はない。グラジオの効果発動する。グラジオ、何？グラジオ、この手を5本広げている、うん、広げている指の枚数分だけ、うん、夜の山札を発動するぜ。こいつやりすぎや。こいつやりすぎや。俺ちょっとちょうどよかったよ、俺。フェクチャーやりすぎやろ、これ。よし。うわ、鋼ばっかりだ。鋼ばっかりだ。オッケー、草たちの炎、炎たちの水。使いすぎる。水に対しての電気。岩に対しての鋼？ああ。
あ、電気あるけん、電気あるけん、鋼が。何？草に対しての岩、あ、草、岩に対しての草ね。うん。草に対しての毒。毒に対してエスパー。死んだ。しゃあ。しかない。あ、やだ。やだ。やだ。5枚一気になかった。嘘だろ。嘘だろ。しゃあ。さあ。せーの。スピーマン。勝った大逆転勝利。やられた。あ、閉めて閉めて閉めて。はい、ということでね、はい、スピも思ったよりめちゃめちゃ盛り上がってます、はい、ちょっとグラジオの使い方はちょっとねいろいろちょっと考えないといけないと思いますが、はい、はい、とりあえずねスピも面白いんで皆さんもぜひ、うん、エネルギーとかね、うん、なしで楽しめるんで、はい、誰でも楽しめるんでぜひやってみてください。ということでスピモンの回でした。ありがとうございました。締めんの下手か